こちぼチャンネルへようこそ。この思い届け。届きましたね。はい、どうもこちぼです。どうも春です。はい、ということで本日は 3×3 ボーダーレンカップです。ありがとうございます。2回目。第2回です。今日はそしてスポンサーに小宮自動車さんが入っていただきました。皆さん見てください、この横断幕神々神々素晴らしいじゃない。この神々具合がまた素人感があって素晴らしいじゃないですか、ね、込み込み1万円ですからね、神々、はい、神々にかけて、はいはいはい、小宮自動車さん本当にありがとうございます。神々さん、はい、自動車さん、あの今回ですね、第1回目まあ、250年ぐらいですかね、そうですね、動員できて、はいはい、で第2回目も約ですね400人ぐらいちょっと想定してます、うん、で今回はスポンサーさんついていただいて、まあ、賞金なり、まあ、スイッチなりね、はい、いろいろ商品準備していただきます。この T シャツもね、 T シャツも見てください、この背中のデザイン、フラットセブン、これかっこいいでしょ、これこれあのイザラの武蔵のね、彩香ちゃんがねデザインしてくれましたね、はい、この横断幕もニコニコとソさんが寄贈していただいて、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで、まあ、今日は楽しんでいきましょう。お願いします、はい、じゃあ行きましょう。はいちょっと緊張してないですか。すでに当たり前カメラ向かうのはそんなカメラ慣れしてないんだけどはい、ということで今日スポンサーになっていただいた株式会社小宮社長です。よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いしますご相談に行って即決やりましょうかって。さすがですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あれですね、土屋の子供たちにこうなんか支援したいみたいなのをお話しされてたんですよね、はい、そうですね、まあ、会社の、まあ、理念というかですね、まあ、私もあの高校は、はい、上津島高校でなんですけど、あ、そうなんですか、はい、でやっぱりこんなあのイベントがですね、あの少なかったんで、はいはいはい、やっぱりあの自分がですね、まあ、今経営してるんですけど、まあ、会社の売り上げの一部をですね、あの子どもの育成費というかですね、こんなスポーツイベントに還元できてですね、そうですね、私も光栄なんで、はい、これからも来年も再来年もですね、続けていけるように、あら頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。それじゃあ、じゃあ盛り上げていきたい、よろしくお願いします。はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。ありがとうございます。頑張りましょう。頑張ります。はい、ということで今日はですね、なんとエリアも来ています。イエーイ、ありがとうございます。初めてのボーダーラインカップ。そうですね、今日あの試合と試合の間に休憩あるんですよ。そこで上津島ロッカーズですね。はい、上津島ロッカーズ。エリアンと生徒さんが何人か披露してもらえるんでね、はい、ぜひ YouTube で公開しますんで。はい、ありがとうございます、はい、今日は盛り上げてください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。よし、楽しみましょう。はい、楽しみましょう。イエーイ。よっしゃい。シュートを決めた後は格闘していきます。リコンではピーキレイビーシさあ、こちらも新時代界ガーディアンスファイブ、さあ14番キックオフ、さあ惜しい、カズワンの公式に返す、
宣言バッ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 さあ、現在撮影をしながら運営を行っております。さあ、女子決勝が行われます。できてすごく楽しかったです。踊ってくれてる子とかもステージからも見えて嬉しかったです。いつもひたかつで活動しているんですけれども、今日は来れるメンバーで皆さんと一緒に楽しめたらなというので来させていただきました。今日すごく楽しませていただいています。この後決勝も皆さん頑張ってください。それでは踊らせていただきます。頑張りましょう。Just go. I don't like you. No, I love you.これカメラに向かっていいですか？はい、わかりました。いきます。いきます。はい。6番。皆様、長時間お疲れ様でした。ありがとうございます。怪我もなく終わったことで安心しております。来年もですね、コミュニケーションブランドセブンたちがスポンサーを、また務めさせていただきたいと。はい。お、ありがとうございます。ありがとうございます。来年も皆さんでお会いできましょう。
私たちもですね、未来を、父の未来を担う、若者の育成に全力で、サポートさせていただきますので、どんどんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。この小学生から大人までの、こう大会がですね、こう一会場で行われることがなくてですね、私は交流をするのが夢だったんですね。小学生の時、中学生の時に、あ、大人のバスケに入れたいなと思ったんです。で、それを私はこの夢を叶えたときですね、こういう企画を立てました。また第3回、第4回と開催が続けていけるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、解散です。はい、ということで終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、大盛況だったと思うんですけども、どうですかね。いやー、ですね、期待以上でしたね。本当ですか。最高のイベントでした。いやー、よかったです、はい、本当に良かったです。まあね、本当いろんな方のね、ニコルトさんだったり、佐伯さんだったりね、ソウさんだったりとか、兵藤さんですかね、あとは春日部さん、協賛いただいた方の協力、そして大型スポンサーという小宮さん、本当にいいイベントになったと。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。どうでした？1回目よりどうでした？いやいや、はるかにバージョンアップしてましたね。バージョンアップしましたね。いやいやいや、これもやっぱり小宮さんのおかげで。いや、やっぱりちょっとスポンサーになっていただいたんで、ちょっと身が引き締まるというか。いや、そうですね。今までは自分たちの責任だけだったんですけど、やっぱりスポンサーになっていただいたっていうので、もうやっぱりですね、よっ、よし、頑張ろうみたいな。間違いない。もうワンランクこう、ギアが上がったかなと思ってます。じゃあ、いい機会になりました。ありがとうございます。いい経験になりました、本当に。今後ともよろしくお願いします。はい、頑張ります。はい。はい、小宮社長の今度の野望みたいなやつ。会社の理念がです。地域を、ね、対馬の未来を担う子供たちに、まあ、育成費として、会社でできることは、まあ、寄付活動だと、弊社は持てるんで、まあ、そこをですね、貫いていってですね、はい、対馬を盛り上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、まあ、何かありましたらまたいろんなですね、はい、形でコラボしたりとかいろいろやって発展的に拡大していきたいと思ってますんで、はい、はい、原さんも協力していただいて、はい、はい、よろしくお願いします。またよろしくお願いします、はい、それではチャンネル登録お願いします。バイビー。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。